今回は航空機の安全対策を話すときに必ず出てくるスイスチーズモデルについてご紹介します。そもそもなぜチェダーチーズモデルやカマンベールチーズモデルではいけないのでしょうか。スイスチーズモデルはチーズの種類を限定しているのではなく、たまたまチーズをスライスした時適度に穴が開いているものが都合が良かったからスイスチーズが採用されました。イギリスの心理学者ジェームズ・リーズンさんが考案したモデルだと言われており、事故のリスクやリスクマネジメントの話をする時によく耳にします。飛行機が空を飛ぶということは毎回リスクが潜んでいます。しかし毎回のフライトで事故が起きるわけではありません。何かの原因が航空機を事故から守ってくれているんです。運輸安全委員会の調査結果では、2018年に発生した大型飛行機の事故は2件でした。また世界で見ても最大離陸重量5700キロ以上の定期便で見ると100万回の離陸で 2.59 回事故が発生する結果となりました。どんなに安全が一番大事と言われていても、今までに一度も事故がなくなった年はありません。逆に世界中では1日に何万回も飛行機が離着陸しているにもかかわらず、毎日連続して事故は起きていません。では事故を防いでいるものは何なのでしょうか。それはスイスチーズモデルのチーズ1枚1枚です。チーズ1枚1枚が防御壁となって事故から航空機を守ってくれているんです。しかし残念ながらこの防御壁は完璧なものではなく、ところどころランダムに穴が開いてしまっているんです。飛行機の安全対策ではこのスイスチーズは5枚使われます。この5枚のチーズの穴が一直線に揃ってしまった時、危険因子が防御壁をすり抜け重大な事故が起きてしまうのです。なので航空機の安全を考える時には、この穴をできるだけ小さくして数を減らす、もしくはその穴を塞ぐことが大事なのです。チーズ5枚の意味を見ていきましょう。1枚目のチーズ、意思決定または整備。2枚目のチーズ、ラインマネジメントまたはコミュニケーション。3枚目のチーズ、現場環境または人協調。4枚目のチーズ、個人の行為または環境。5枚目のチーズ、システムディフェンスまたは機材。このように5枚のチーズの意味がそれぞれどんな意味をしているのかは書籍によって違います。今回はスイスチーズモデルについてご紹介しました。